はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、ファミスタクライマックスのドリームファイナルプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ドリームペナントの4周目、ドリームファイナルの1戦目ということで、ナムコスターズと戦って、まあ1勝目を挙げたというところで、今回勝てば4周目も無事、周回完了というところになりますので、なんとかね、勝利できるようにしっかり頑張っていきましょうということで、早速プレイの方を始めていきます。ナムコスターズの投手はえぐいぐらい絶対打てないだろうっていうね、魔球を投げてきますからね。さあ、スターティングオーダーは、まあ、変わらずというところにはなります。まあ、1番荻野、2番荒木、3番岡島、4番メヒア、そして5番に柳田、そして6番坂本、7番吉川、8番小林、今日の先発は千賀というところになります。まあ、相手のね、投手、本当に早めに早めに点取っていかないと、追い込まれると打てないですからね。で、このピノもね、走力、見ていただいた通り、S プラス99ですからね。ボールに当てられたら、まあ出られると思った方がいいですよね。なので、追い込んだらフォークで確実に三振でアウトカウントを稼ぎましょう。で、マッピーはね、バントが S で、走力とかそこまで高くはないので、まあ普通に勝負をしていっていいバッターかなというところですね。で、ワルキューレに関して言うと、ご覧の通り総合力が高いんですけど、まあ、めちゃくちゃ怖いバッターかというとそうではないかなというところですね。まあ、もちろん警戒しなきゃいけないので、追い込んだらフォークで三振を取りに行きましょう。1回の表は無難な立ち上がりです。さあ、先制点取りたいですからね。荻野が出れればというところだけど、よし、抜けたな。これは2塁まではいけるでしょう。うん、3塁までいけた。さすがだな、荻野の足は速いですからね。で、荒木だけど、これは最ショートフライだ。で、こっから自慢のクリーンナップ。これ打てないでしょう。まあ、ボールになりましたけどね、このワンダーリング。よし、抜けてった。まずは岡島が先制のタイムリー。で、4番のメヒア。メヒアもね、いいバッティングしてくれますからね。ただちょっとメヒアは2塁まではいけないかなというところですが、センターがサードに送球してくれたので、なんとか3塁までいけましたというところで、柳田はセカンドゴロですが、フィルダースチョイスがあってランナーは全員残ってますね。ただ坂本はショートフライ。おーおーおー、こんなことってある？いやー、ラッキーだなー。イージーフライでしたけど、ショートが落球してくれたおかげでオールセーフで、かつ1点。ここはこの回に畳みかけたいなー。1塁はセーフで、小林ですね。ここはもう一発タイムリーが欲しい場面ですが、2点だとね、ちょっと正直この強力ナムコスターズ打線相手だと心配なんですが、ここはうまく打ってくれたな。小林がライト前ヒットで3点目。まあ、千賀はね、ちょっと期待はできないかなというところですが、まあ、ヒッティングしていきましょう。ツーアウトですからね。ここは打ち上げてファーストフライですね。1回の裏を終了して3点リード。で、このパックはね、第1戦でも特大ホームラン打たれてるように相当強力なバッターなんで、ここも追い込んだら構わずフォークを投げ込んでいきましょう。スタミナがね、ちょっと不足してくるかなというところの不安はあるんですが、まあ、そこは早め早めの継投ですね。まあ、1戦目も継投を使ったんで、リリーフ陣の疲労もかなり溜まってはいるんで、まあ、最悪先発陣の投入も考えていかなきゃいけないかなというところで、サンドラには2塁打ですね。2アウトランナー2塁で、タロスケですけど、ここは0点で抑えたい。よし、ショート坂本正面の当たりで3アウトで、1番からの好打順ですね。
荻野の当たりはいいけど、よし、抜けた。いやー、荻野は足が速いんで、悠々二塁セーフですね。で、先ほど凡退している荒木ですが、初球は落ちるボール。2球目も落ちるボールですね。これは外れます。カウント1ボール2ストライクから第4球目。落ちるボールかなと思ったけど、これは緩いボールですが、ショートへのイージーフライ。さっきと同じような当たりになっちゃいましたね。で、どうだ？入るか？岡島の当たりはいい当たりですが、フェンス直撃のツーベース。まあ、このね、クリーンナップ3番、4番、5番。おお、ここでワンダーリングが、しかもストライクか。うちの3、4、5、6はね、結構大きいの打てますからね。メヒアのあたりはちょっと上がりすぎましたが、この5番の柳田、で、6番の坂本も大きいの打てるんで、ちょっと序盤ではありますけども、強振で一発を狙っていきましょう。これは落ちるボール。これは外へ逃げていくボールで追い込まれてしまった。最後は落ちるボールで空振り三振。さあ、3回の表に入ります。このギルって結構危険なバッターだな、こうやって見ると。っていう話をしてると、大きい当たりだけど、追いつくね。まあ、岡島も足が速いんで、落下点に入るのにはうってつけのバッターかなというとこ、守備かなっていうところですよね。うちのだから、その外野陣っていう意味で言うと、岡島がいて、荻野がいて、柳田がいてっていうところなので、外野陣はね、かなり盤石ですね。ただピノの足は速い。今の当たりでどうにもならないからな。これもね、小林で刺せないかな。おお、小林刺したか。さすがだな。小林はですね、ちなみになんですが、クイックスロースキルでつけてるんでね。走力の速いピノもセカンドで刺せました。これでシーズン通して今のところ小林の盗塁阻止率100%ですからね。おっと、これは抜けていったね。小林は本当に刺すのが確実なんで安心感あるよな。で、さらに小林はここでタイムリーツーベース。これはあるぞ。コールド勝ちもあるな。もう僕自身が操作に慣れてきたっていうのはもちろんあるんですけど、それ以上に選手がね、揃ってきたなっていうのはありますよね。本当に、だいぶ選手層が厚くなってきたなっていうのは、あるし、スターティングメンバーに関しては、まあ、どっからでも点が取れるような、そういうオーダーになってきてますからね。これも荻野の当たりはセンター前。まあ、今は2塁に投げられてたら、きっと千賀の足だとアウトになってたな。で、今日当たりのない荒木にもここでタイムリーだ。で、ここから自慢のクリーンナップ。ですが、ワンダーももうノックアウトだな。で、タイゾウ。プクプクボーンっていうのはちょっとわからないボールだな。まだ見たことがない未知のボールだけど、これは早め早めですね。やっぱりバッティングは。で、10点目だ。よし。いやー、すごいあっさり勝ったぞ。なんか僕自身が操作が上手くなった以上に選手がやっぱり強いですね。というわけで、4周目。ドリームファイナルも制したので、第5週目からはですね、ちょっとまたドリームペナントもお届けをしていきたいなと思いますんで、少し単調な動画になってしまうかなというところもあるんですが、まあ、ぜひぜひ野球ファンの皆さんはですね、一緒にお付き合いいただければ本当に嬉しいなというところで、ファミダスポイントもだいぶここまでコツコツ貯めてきたんで、第5週目からはですね、ファミダスもバリバリ引いていきたいと思いますんで、そのあたりもね、楽しみにしていただければ嬉しいなというふうに思います。で、ちょっと今回短くなってしまった
ているので、まあ、3回でね、コールド勝ち、思わぬ形ですることができたんで、ちょっと続きも見ていきましょうか。見事リーグ戦とドリームファイナルのダブル優勝で今シーズンを終えることができました。ありがとうございます。素晴らしい采配でしたね。来シーズンもご活躍を期待していますということですね。いやー、首位打者荒木、最多安打も荒木なんだ。で、最多本塁打はメヒアで、最多打点もメヒア、最多盗塁は大井田。で、最多勝利は千賀。で、最優秀率が今村、最優秀勝率ですね。で、最多奪三振も今村というところですね。おー、これでまたファミナスが1万2300ももらえたか。いやー、だいぶ豪華に次回はファミナスが引けそうだな。今画面の下の方の画面の左上に FP って出てますけど、これ10万4892ファミダスポイントを今持ってますからね。じゃあ次のシーズンへというところで進んでいきましょうか。まあ、始めた頃のボロボロの操作に比べたらだいぶまともになってきたんで、見てる方も少しはね、安心していただけるようになってきているんじゃないかなと勝手には思っているんですけど、どうですかね。で、ホームグラウンドとかこのままにしましょう。で、そうなんですよ。このデッキがね、やっとスターを相手に戦えるっていうことなんですよ。で、ちょっとコンピューターの強さはこのまま普通に据え置きにさせていただいて、6周目やるときはですね、この強いにしていきたいなというふうに思ってますんで、ちょっと今回はね、コンピューターのデッキもスターに格上げになってますんで、コンピューターの強さはこのまま、据え置きの普通で進めさせていただきたいなというふうに思っています。というわけで、今回はですね、第4週目、ドリームファイナル。しかもコールド勝ちで制することができたというところで、次回から第5週目のドリームペナントの様子からお届けをしていきたいというふうに思っています。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。